テオドシウスの城壁テオドシウス2世。カリグラフォスは、東ローマ帝国テオドシウス朝の第2代皇帝。初代皇帝アルカディウスと、皇后アエリアユドクシアの子。カリグラフォスは、農所化の意味。父を補佐する副帝を、402年から408年までの6年間、務めた。408年、父、アルカディウスの死により、政帝に即位する。 テオドシウス二世は、農書家というあだ名の通り書に優れていた、教養人でもあり、進学や学問の方面に熱中して、政治を顧みなかった。政治は、重心が行い、その在位中に、テオドシウスの城壁と呼ばれる、南高不落の大城壁建造による首都、コンスタンティノポリスの防衛強化や、テオドシウス法典の整備など、東ローマ帝国の基礎が作られたのである。 421年、サーサーアン朝との間に、ローマサーサーアン戦争が勃発。テオドシウス2世の知性には、紛続のアッティラに、たびたび侵入されていたが、サーサーアン朝も425年から、エフタルの侵入に悩まされていた。この戦争は1年で終結し、平和条約により、戦前の状態に回復された。その後勃発した東ローマサーサーアン戦争を、 バンダル族の侵入により、速やかに集結させた後、テオドシウス2世は、サーサーアンアサのヤズデキルド2世と441年に、相互不可侵を結んだ。だが450年、テオドシウス2世は乗馬中の事故で急死。定位は、彼の姉アエリア・プルケリアと結婚した、マルキアノスが継いだ。ありがとうございます。